エマニュエル・ノテルマンは、ベルギーの画家、版画家である。風俗画や動物が、擬人化した動物を描いた、風刺画も描いた。現在のベルギー、オースト・フランデレン州のアウデナールデで、画家、装飾業の父親のもとに生まれた。法律家で、アマチュア画家の母方の祖父から、美術の手ほどきを受けた。ヘントの王立美術アカデミーで、マースに学び、 肖像画家として、ヘラールツベル編、ブルッセル、アントウェルペンで働いた。アントウェルペンで、風俗画家のクレマーと知り合い、風俗画に展示、ユーモラスな風俗画の画家として、人気を得た。ベルギー各地の展覧会に出展した。1848年から、アントウェルペンの美術アカデミーで教え始め、教えた学生には、ラモリニエールやスリンゲナイヤー、ヤンストバーツラがいる。 動物画家や擬人化した猿を描いた風刺画で知られている。弟のザカリーのテルマンも風俗画家、動物画家として知られている。ありがとうございます。